おはようございます。一ノ瀬はじめです。おはようございます。おはようございます。こんにちはか。こんにちは。ちょっと昨日やりすぎまして、本日は昼からのスタートです。そうなるよね。うん、すんげえ気持ち悪い。予定通りだよ。本当？うん。でも安定の母ちゃんの麦茶です。そうだね。お元気なの。もう絶対元気。いただきます。どうぞ。で、今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温14度、最低気温6度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温13度、晴れです。母ちゃんが大変なことになっております。本当にごめんなさい。本当にみたいだったね。すごかった。すごい雪崩ってこういうことなんだ。雪崩でした。はい、とりあえず母ちゃんが買ってきた唐揚げくんをランチにいただきたいと思います。いただこう。いただこう。はいはい、今日のランチは母ちゃんがつがき屋のに味噌煮込みうどんを作ってくれました。見て見て、お母ちゃんのね、ちょっとこれ見てほしいの、いちみちゃんのこう分かりやすさ。見て、分かりやすい。これ以上分かりやすいのは無理。それでは卵入りいただきます。はい、どうぞ。はい、お仕事終わりました。もう真っ暗だね。そしてめちゃくちゃ寒い。それでは今日はね、ちょっと外食へ行ってみたいと思います。はい、本日の外食は吉野家さんです。ちゃんのこれ何、コーンサラダ。はい、なんか生野菜サラダって書いてあった。ほんと、ピチッと揚げる、開けるファンのかな。どうぞ。出た、めっちゃ出た。うん、すげえ。これ母ちゃんの牛牛定食。これが牛丼の上で、あっち何？牛カルビ。カルビ。おお。味噌汁もついてきますね。はい、子供たちの牛丼とカレー。はい、僕の頼んだ牛丼特盛りと、ちょっと昨日飲みすぎたのでしじみ汁、そしておしんこ。おしんこ最高。私おしんこでご飯だけで大丈夫だと思う。私本当に好きなのおしんこ。どう？はい。ご飯終わりました。みんな吉牛どうだった？いや、もう私美味しかった。フレンチ料理並みの美味しさ。マジで？てか満足感。私もう最高。おしんこ。おしんこかい。あ、ごめんなさい、吉牛なのに。あ、まあ何より良かった。あ、さあ帰ろう。はい、満足。はい、食事の帰りにちょっと、ね、この今ピールがあるんだけど、この中にねユニクロが入ってて、母ちゃんにね、今年のね防寒具、ダウン2つとフリース2つ買ってもらいました。クリスマスプレゼントね。ちょっと早めに。ありがとう母ちゃんの。これどう、これ皆さん、あ、ちょっと、あ、もう今大事なところだね皆さん。何これ。これかっこいい、好き、あ、ターコイズ好きで、うん、ちょっと普通は1個でつけるんだけど、ごめんなさいね、ちょっと欲張ってみた今日は。そうなの、欲張り系の女子で。はい、トッキーなんだけど。じゃあ帰ろう。はい、はい、お家帰ってきました。でね、子供たちももう今寝かしつけ終わってね、今日はちょっとね、これずいぶん前、僕の誕生日の時に知り合いがねくれたんですけど、それこそふもとっぱら行く前かな、ふもとっぱら行く前にこれを友達がね僕の誕生日にねくれたんですけど、これ何かというとね、まあ開けてみましょうかね。で、箱はまあプレゼント用なんで、ちょっとおしゃれな箱が入ってますが、はい、これですね、ウォーマー、バッテリーチャージャー、ウォーターレジスタンス、まあ、要はねこれ 4400mAh の、モバイルバッテリーにもなるんだけど、回路にも使えるというものですね。最近ね本当に一気に冷えてきて、ちょっとね、まあ、こういうものもせっかくね、今まで使ったことないんですけど、せっかく誕生日にいただいたんでね、使っていこうかなと思ってる次第なんですけど、はい、と入ってるのは、まずこの本体ね、これ、結構軽いね。iPhone と比べるとっていうか、 iPhone どこ行った、はい、10S Max と比べるとこんな感じですね。結構小さい。で、バッテリー、
こちら側が USB の、ここね、USB のタイプ A とマイクロ USB があって、こっちは電源ですね。電源入れたら、あ、ここがね、ちょっと光るね。切ると、ここの LED が消える。で、入ってるのは、あとはこのマイクロ USB のケーブルだけですね。これね。使い方はどうなんだろうね。E 回路っていう名前なんだな。で、アウトプット、ここのね、モバイルバッテリーのアウトプットがここ、2アンペアの出力になってます。で、容量が4400なんで、iPhone1 回分ぐらい充電できるのかな。まあ、ちょっとね、読み込んでみたいと思います。はい。だいたいこれね、説明書を読んでみて分かったことが、電源を入れたらね、だいたい5分であったかくなるみたいですね。で、500回繰り返し使えるんで、で、フル充電で7時間連続使用できるということで、温度はね、だいたい45度ぐらいになるみたい。で、ウォータープルーフなんです。アウトドアもでも使えるし、これ電源入れずに、このタイプ A からね、給電するんであれば、そのまま2アンペアの出力で、スマホとかね、そっちが、充電できるということなので、結構いいんじゃないかな。ちょっと電源入れてみますね。はい、電源入りました。今ね、11時18分なんで、23分ぐらいには暖かくなるのかな。ちょっと持ってて、確認したいと思います。で、充電中、モバイルバッテリーとして充電してるときは、回路の方が反応せずに使えないということですね。はい、今ね、まだね、1分しか経ってないんだけど、まあ、室内今日結構ね、寒いんだけど、それでもね、すでにだいぶ暖かくなってきましたね。これはいいよ。で、5分経ったらどんな状況になるかまたしばらくお待ちください。はい、5分経ったけど、そんなむちゃくちゃ暑くはないね。こうテレビちゃんと持てるぐらい。でもね、十分にあったかい、回路になりますね。ポケットの中とか入れとくとすごいあったかくなりそうですね。まあね、本当に誕生日、まあ2ヶ月前ですけど、いいものをいただきました。それではね、今日はね、この、E 回路の、ちょっとした紹介でしたね。いただいた友人、感謝いっぱいです。それでは、今日はこんなところで動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。